はい、おはようございます。のりまるです。今日は2018年6月の29日、週末の金曜日ですね。今時刻は6時46分です。昨日はね、日本代表の試合見た方たくさんいらっしゃると思うんですけども、自分はね、一休みして起きたら、もう試合が終わる5分前でした。はい。でね、パスマッチして、あとブーイングが鳴っててね、どうなってるのかなと思ったら、試合を引き分けに持ち込んで、コロンビアとの結果を待って、作戦勝ちをしたっていうところでね、批判が集まっているようですけども、まあ、日本のね、目的というのがあって、ベスト8進出するっていう目的があったんですよね。まあ、どんなプランがあったかわからないですけども、まあ、そこに向けて、目的を遂行したっていう意味で、まあ、負けてもね、点差を守って、イエローカードをもらわなければ、決勝トーナメント進出できるっていう状況で、選択をするっていうのは、決して間違ったことではないですよね。まあ、見てる方からすると、消化不良のような試合で、面白くなかったとか、そういったものになる可能性はあるんですけどね。まあ、勝つためにやらなければいけない。絶対に、決勝トーナメントに進まなきゃいけない。そういった時には、まあ、いった選択も、まああって叱るべきなのかなと。まあ、例えば FX で言えばね、まあ、勝たなきゃいけない。負けられないと。そういった時には、ベットしないわけですよね。まあ、不安定な状況の時には、ベットしないと。まあ、共通する部分はありますよね。まあ、誰に何て言うと言われようと、自分の大切なお金をね、まあ、市場に投じるわけなんで、適当なところではエントリーはしたくないですよね。まあ、全くね、違う世界の話ですけども、まあ、トレードだろうとね、他の世界の、まあ、スポーツの話だろうと、まあ、共通することはあるのかなーっていうところですね。はい、余談になりましたけども、まあ、そんなところでね、まあ、今朝のチャット観察、またね、あることをお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。これ4時間足ですね。まあ、現状の動きで、実体レベルで直近の高値、まあ、更新してるってところですね。はい、110.648かな。で、トレンドが、まあ、現状継続してると。はい、こんな感じの値動きになっています。で、上にはね、まあ、切り下げラインがありますよっていうところですよね。で、下からの切り下げと、まあ、持ち合いになってきてると。で、現状ね、下からこう、買われてきてる、まあ、レンジの加減から、まあ、買われてきてる、サポートから反発してきてる力は、結構強くて、まあ、上のレジスタンスに、まあ、接近してるってところですね。直近高値。はい。で、1時間足見てみると、こんな感じになってます。ここでね、以前、こう、急落を作ってきた、こう、ネックラインっていうところが、110.550。もうこのあたりですよね。まあ、それを抜けてきた。まあ、この直近高値を抜けてきたと。で、ぐおっと、まあね、もう一段階、上昇しているっていうところですね。で、1時間足レベル、30分足レベルで、こう、トレンドができてきてると。まあ、昨日変えたイメージですけど、まあ、ここまで、まあ、こんなイメージの通りになってますよね。まあ、高値いっぱいまで来て、ここから、まあ、下がっていくようなイメージ。まあ、その理由としてはね、この110.7円から、まあ、110.8円付近っていうところに、まあ、以前からね、まあ、強いレジスタンスゾーンがあって、直近の高値が110.758。まあ、ここで言うと110.903ですよね。まあ、そのあたりまではまあ上昇する可能性があるのかな。ただ、それ以降は、こういった切り下げ、というところもあって、まあ、かなり売られやすいだろうな。というところでね、昨日ちょっと予約注文したんですよね。やっぱ深夜帯とかね、まあ、見てない時間帯にそういうところに値をつけて、まあ、行くっていう可能性も、まああったところでね、まあ一回予約注文をしてみました。まあ現状まだね、それが入っている状況なので、110.7円にタッチしたときね、売りのエントリーをして、損切りが110.903っていうところで、まあ20、マイナス21ピプスですね。まあ今の流れからすると、まあ注文が入りそうですけれども、まあちょっとまだわからないっていうところですね。まあ、今のところ、まあ、そのシナリオ通りなので、まあ、このままね、まあ、そのシナリオ通りに行こうとは、まあ、思っています。はい。
まあ、ただ今ね、1時間だったり、まあ、4時間だったり、まあ、綺麗な上昇トレンドができてきているので、この高値更新してくる可能性全然あると思うんですよね。で、まあ、110.903、まあ、111円とかね。まあ、以前の高値更新するとき、このあたりときもね、同じようなことを言ってたと思うんですけども、まあ、上に行く可能性はあると。まあ、言ったとすると、まあ、その言った部分で、まあ、今回だったらマイナス21ピプスで決済ですね。マイナスを受け入れて決済をすると。ただやっぱり高値まで来ると売られやすいという展開は変わらない。まあ、現状の流れとしてはまだまだ変わらないので、まあ、このあたりはね、まあ、一回逆張りのチャンスが来るかなというところです。で、自分はそのプランを持ってね、こういう青い矢印のイメージで、一回打っていこうかなと。4時間、日足の、まあ、ネックラインからの、まあ、売りを狙っていって、まあ、ここは逆張りですよね。その後は、まあ、110.55、まあ、以前の高値だったり、このあたり、110.48、46、まあ、このあたりの動きだったり、というところを見て、再度この戻しですね。そのところを狙っていけたらいいかなというふうには、思っています。まあ、結構ね、イメージ通りなんで、まあ、この青矢印もう少し残しておこうかなというところで、もうちょっと拡大してみると、15分。はい、こんな感じですね。まあ、ここでね、一度ダブルボトムをつけて、まあ、ここから下がっていく可能性だったりっていうところは、まああったと思うんですけども、それが、まあ、失敗したっていうところで、ぐーっともう一段階こう上がっていったっていうところですよね。このあたりはやっぱりね、売られやすいゾーンに入ってきてるので、まあ、ここから、まあ、買いを狙っていくっていうのも、まあ、ちょっと効率は悪いですよね。まあ、上にはどうしても長期足のね、レジスタンスゾーンが控えているので、まあ、下から持っているとすると、まあ、しばらく保有して、様子を見ていくっていうのはいいと思うんですけども、まあ、こういうところでね、まあ、売ったり買ったりしていくと、まあ、ちょっとね、やりにくいと思うので、はっきりと上がりきるまで、今現状は待った方がいいかなと。結果的にはね、ここで、ダブルボトムをつけて、110円近辺ですよね。そこから、ぐっと高値を抜いていったっていう形になってます。まあ、こういうレンジをね、今上に抜けてきたということですね。なので、まあ、現状の、まあ、水平線、110.4付近、このあたりですね。このあたりっていうところは、今、意識されているラインだと思うので、まあ、こういったところでね、まあ、反発するのかどうなのか、あと今の流れがこれ15分足レベルで変わってくるとすると、まあ、押し安値、ここですよね。110.3円。まあ、こういったところを下抜けてくると、まあ、そこからはね、まあ、修正波として、まあ、すごく狙いやすい、場面にはなってくるかなと。なんでね、今現状110.648っていう値段をつけてますけども、まあ、まだね、押し目買いのチャンスではあるんですけども、ここでね、まあ、どこで押し返されるか分かんないですし、まあ、狙うとすると、まあ、その押し目買い、まあ、一瞬の買いでやめておくのが無難かなというふうに思います。まあ、その後ね、まあ、高値から例えば天井圏の形を作って、まあ、トレンドが転換していくようなイメージを持って、修正波を狙っていく方が、優位性は高そうかなと。でもね、まあ、自分はそういうプランを持って、見ていこうと思っています。まあ、一旦ね、これ急、今下落してますけども、こういう流れが、まあ、何度かね、この辺りで乱高下して、この押し安値を、まあ、抜けていくところを観察していきたいかなと。で、もちろんなんですけども、上に抜けていった時ですね、上に抜けていった時は、まあ、その様子を見て、まあ、しばらく観察していこうかなというふうには思ってます。で、他の通貨ペアですね。オーストラリア円です。4時間日足レベルで、これね、81円っていうところを抜けていきそうな流れですよね。で、まあ、現状、日足レベルでこれもう実態で抜けている状況なので、やはりね、いつ抜けてもおかしくないのかと。
いつ底が抜けてもおかしくないのかなという状況ですね。週足レベルの戻り売り、これが入って、ずんと1段階下に下がっていきそうな場面。逆ピクス、今日ですね、まあ、狙えるのはチャンスはあるかなというところを見ていきたいと思いますね。で、現状で、まあ、この売りに対しての戻り売りが入ってきそうで、これすごく狙いやすそうですよね。もちろんね、反発する可能性は全然あるんですけども、高値を切り下げてきて、週足レベルの戻り売りですよね。それを狙っていくには、まあ、十分な場面かなと。で、今ね、この売りに対しての61.8%、ちょうどこれタッチしたってことですよね。で、このあたり、まあ、30分とかね、まあ、15分足レベルに引けてくる、まあ、このあたりの、まあ、ネックライン、まあ、こういうラインですよね。181.3円付近。今そこで、まあ、値が動いている状況で、まあ、短期ではね、ぐーっと強く戻ってますけども、ここを、短い時間足で見ていったときに、これがまあ現状の、まあ、ネックラインですよね。まあ、5分足にしましょうか。5分足。5分足レベルでこうぐーっと上昇してきて、ここでまあ最高値を作って、来た押し休め。で、これを、まあ、今これね、今日の市場開始6時ですよね。そこで、まあ、ちょっと窓を開けてから、上髭作って落ちてきたっていうのが出たんですよね。まあ、ここだけ、まあ、チャートパターン的に見ても、こう、まあ、売られやすい形にはなってきてると思うので、よいしょ、まあ、こういう流れっていうのを、まあ、イメージできるのかなと。まあ、このあと9時、まあ、アジアタイム市場開始だったり、まあ、これ高値切り下げの動きをもう狙っていったりとか、まあ、逆張りの売りを仕掛けていくには、良さそうな場面かなと。今、81.30。これ全然狙えますよね。今、戻しを狙ってね、買ってたところ、もう決済します。81.3、マイナス11、マイナス13。これちょっとね、スプレッドが広がってるんで、まあ、不利な状況ですけども、まあ、13。はい、一回、売りのエントリーをしていきます。損切りは81.3ですね。まあ、これももちろん、これ高値を更新して、まだまだ行く可能性はあるので、まあ、それを考慮してっていうところですけれども、まあ、今の流れからすると、仮にこれ100%戻し、この、まあ、以前ね、ここで何度もレジスタンスされて、ドーンと下げていった。これが結果的に、まあ、日足で81円ラインを突破していったっていうところですけれども、仮にそうなったとしても、まだまだね、この週足の売り、この切り下げっていうところが意識されて、残り81.64、81.54、このあたりからは、まあ、売られやすい流れにはなってくると思うので、まあ、仮にこれね、まあ、戻り売りが失敗したとしても、短期足の戻り売りが失敗したとしても、まあ、高い位置からね、またもう一度そのチャンスを狙っていこうかなというふうには思ってます。現状これ今マイナス13ピクスですね。で、まあ、戻り売りを狙ってみました。ユーロ円です。4時間足。もうこれ狭い範囲で今動いてるっていうことですね。このレンジはまだまだ崩壊してない状況。日足を見てみると、はい、こんな感じになってます。まあ、やや動きをなくしつつある状況ですよね。ただこれ、まあ、底を作ってくるのかどうなのか。ただ現状は上から来てる戻り売りが、まあ、結構強そうだぞっていうところ。これはまだ変わらないですよね。で、4時間のレンジを作っているっていう状況も、まあ、変わらないですよね。なので、まあ、この間でちょこちょこやるっていうイメージ。まあ、安値が127.25、高値が128.5、130ピクスぐらいですかね、120ピクスぐらいの範囲で、まあ、動いてるっていうイメージを、まあ、ひとまず持っていきたいですよね。
まあ、どちらに行くっていうことではなくて、まあ、この範囲で動いてると。で、現状で、まあ、下サポート、ここですよね。この安値からの、まあ、ものすごい反発で、ぐっと上昇しているっていうところですけれども、この強い売りに対しての60.8%っていうところで今、戻り売りが入っていると。128円ってことですね。で、これも、まあ、やはりね、戻り売りが入りそうですけれども、今、狭い範囲で、まあ、動いてるっていう認識は持っていきたいなと。で、まあ、こういう1時間とかね、レベルのこういう持ち合いになってくる可能性というのは、まあ、考えていきたいなということですね。高値をまあずっと切り下げていると。レンジの中にいるけれども、はい、レンジの中にいるけれども、こう高値を切り下げていきたい。というところで、128円ですよね。128円というところの、まあ、動き。今、ここでね、まあ、狭い範囲で、短期足で見ると、こう狭い範囲でね、ごちゃ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 動いているというところなので、まあ、このレンジを、まあ、動き出した方向に、まあ、ついていけそうですけれども、まあ、どんどんどんね、狭くなってきていると。まあ、下からこの反発と、今上からの、売り、戻り売りが拮抗しているという状況ですよね。まあ、それを踏まえて、見ていかないと、まあ、どうしてもね、やられやすいところになってきてしまうので、まあ、現状は、まあ、様子を見ていきたいですね。まあ、もうしばらく、まあ、上、はっきりと上、4時間のレジスタンスが、まあ、下サポートで反発するか、もしくは抜けるまで、様子を見ていきたいなと。まあ、4時間でね、これだけレンジを作ってくると、まあ、抜けた方向、次抜けた方向ですね。高値がここ、安値がここ、高値がここですけども、このラインを抜けてくるときには、まあ、かなりの勢いでね、まあ、どちらに行くにしても、どんと動いてくる、まあ、可能性はまかなり高いと思うので、まあ、一応狙うとすると、まあ、こういう切り下げと、ここの安値ですね。まあ、レンジの範囲とすると、もうちょっと狭くなるかな。128円と、127.25。70ピップスぐらい。の範囲を動いていくようなイメージで、まあ、観察してみればいい、良さそうかなと。ただね、まあ、通常、まあ、結構ボラが高い通貨ペアなので、まあ、様子見をするのが無難ですよね。はい。ユーロドルを見てみると、はい、冷やしレベルで、ドーンと戻り売りが入ってきて、まあ、戻り売りが入ってきてるんだけども、この下、101.15っていうところで現状支えられてるっていうところですよね。で、これも、まあ、週足とか月足で見てみると、ここ、まあ、大底があるので、ここを抜けてくるとすると、まあ、オーストラリア円同様ですね、ドーンと、まあ、次のステージに入ってくるような、まあ、かなり強い、抵抗体、まあ、注目されてるライン、っていうところですね。4時間足で見るとこんな感じです。ここで、まあ、ECB 政策金利発表ですね。まあ、金融政策で、ズドンと下げてきて、まあ、底値圏の動きを作って、まあ、戻りが入ってから、まあ、戻り売りがドンと入ってきて、こういうチャートっていうところを見ると、ね、この、まあ、ネックライン上で反発してから戻り売りが入ってきて、同じようなスケールでね、こんな動きをしてくるイメージを持っていくと、まあ、良さそうかなというところなので、まあ、こんな感じでね。まあ、例えば、進んでいって。まあ、この戻り売りに対しての、ということが1.1655ですね。まあ、こういうところに上がってくると、まあ、売りやすい展開にはなるかなと。まあ、現状ちょっとね、こういう展開になってくると、まあ、買っていくのは、まあ、厳しそうですよね。ただ、はっきりとこれ、底を作ってくると、ビュンとね、まあ、上昇するきっかけにもなるでしょうし、それはね、まあ、注意していきたいところですけれども、まあ、今の形っていうところを考慮すると、まあ、高値を切り下げてきてるっていう流れだったり、まあ、こんな感じでね、下は支えられてるけども、冷やしレベルでこういう持ち合いをしてきてる流れにはなってきてるのかなと。で、まあ、冷やしの持ち合い、レンジというところを考慮すると、先ほどのね、ユーロ円同様に、次の動き出しは、こういうところのようにね、ここでもね、かなり長い期間、冷やしで持ち合いしてましたよね。天井圏。
ここですよね。こういったイメージからドンと動き出す。これぐらいのね、パワーは、溜まってきているのかなと。こうですね。こういうイメージで持ち合っているっていうところ。下、1.155、安値が1.15ってところですよね。そのあたりとのレンジを作ってるっていうところで、様子を見ていくといいかなというふうには思います。はい。これもう一度ドル円ですね。現状ね、強い勢いで上昇しているので、まだまだ、高値超えていって上昇というのが続く可能性はあると。上がっていったとすると、111円とか、もしくはこの113円とかね、そういったところまで行く可能性はあるということですね。だから、現状の流れから日足4時間足のネックライン、この110.7円から110.8円ぐらいですね。111円ぐらいまで。かなり売られやすいゾーンにはいるので、自分はね、ここから売りのプランを持っているっていうところですけども、ここね、上位足の、重要なラインっていうところで 日中の動き注目していきたいなと。今日はね、週末の金曜日っていうところもあって、例えば今週買った人たち、ずっとね、今週が始まったのが、25、ここですね。ここですね。底値圏の動きから、ずっとこう上昇していったっていう流れ。持ち合いの中をね、レンジの中を下から上に向かっていったっていう流れがあったので、利確を取ってね、だらだらと下がってくる可能性もありますし、その次のステージに、上にドンと抜ける可能性もありますし、これ僕らはね、今日の日中の動きを見ていくしかないわけですけども、今の、ここまでの流れっていうところ、デイトレードレベルのね、4時間足とか日足の流れを見てみると、このレンジが続いてるっていう中で、持ち合いが続いてるっていう中で、レジスタンスから、一旦売られてくる流れっていうことが、想定しやすいかなというふうには、思います。はい。今日はね、今、エントリーしたオーストラリア円っていうところを、ちょっとね、様子を見ながら、上がってきたらね、こちらの通貨ペアも、再度、ここでエントリーしていこうかなというふうには、思ってます。はい。連日ね、サッカー観戦が続いていて、寝不足の方いらっしゃると思うんですけども、天気もね、ずっと良くて、梅雨がまだ明けてないのに、30度超えを連発するようなね、日本列島なので、睡眠不足とね、気温の上昇っていうところを見ると、熱中症になりやすい環境があるので、水分補給をしっかりして、頭をシャキッとさせてね、今日も一日張り切っていきたいかなというふうに思います。はい、それでは今日のチャットコンテンツはこれで終わると思います。今日も一日張り切っていきましょう。